世の中には2種類の音楽が存在します。ネワコとネワコでないもの。そんな日常に寄り添うネワコの世界を一緒に触れてみませんか。始まりました。11月17日木曜日、第10回ネオコパビリオンポッドキャスト。秋真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、サッカーワールドカップ日本代表は11月23日ついに初戦ドイツと戦いますが、サッカー好きの木村君いかがですか。もちろん勝つでしょう。あと言いたいところですけれどもまあ引き分けれれば御の字かなっていうところで、いきなりドイツなんですかね。あわよくばオウンゴールとかで1-0 とかで分かんないよ、何が起こるか分かんないから。まあね、ドイツはやっぱ優勝候補で、優勝を狙ってるんで、まあ、やっぱそういうチームはあの最初は、まあ、あの落としてくるので、まあ、そこをついて、狙えればチャンスがあるかも。あとやっぱりあのドイツで活躍している日本人すごく多いんで、それなりに警戒してくると思うんですよ、まあそれなので勝っちゃうかな、やっぱり勝っちゃうかもしれません。なんか番組の趣旨分かってる大丈夫大丈夫ですよね。ネオコの人ってでもサッカー好きが多いですよね。イコールですよね、イコール、そうだけどさ、ね、イコールかどうか分かんないけどでもほらね、イングランドなんかはライトニングシーズが、そうね、スリーライオンズ歌って ね、 ね、もうライトニングシーズってネワコでしたっけ。ネワコですよあ、じゃあ大丈夫ですね。ネワコです、ね、なので、ね、ライトニングシーズも中村さんと2人で行ったのライブ行ってね、良かったですよね。良かったですね。結構ね、ちょっと打ち込み強い感じがあったけど、ライブになると全然バンドサウンドで、すごいもう結構間近でね見て、どこビルボードだ、ビルボードだ、ビルボード六本木の、ね、間近で見て ね、もうサインもらえそうでしたよね。本当だよね、出てなんかいたもん ね、普通に、あ、本当、そうなんだでした。はい、今日もコーナー盛りだくさん、そろそろ次行くよ。もう番組9回もやってるのにジングルのことはほとんど触れてなかったよね。ジングルはアルビーシンガーディオゲネスクラブの小野光志さんに作っていただきました。小野さんからのコメント届いているのでお聞きください。どうぞ。ネオパビ、ネオアコパビリオンをお聞きの皆様、アルビーシンガーディオゲネスクラブの小野光志です。北海道オホーツクは北見シティより全世界に向けてコメントをお届けします。DJ イベントネオアコパビリオンの前身令和ラウンジには僕も DJ で参加いたしました。もう3年以上も前のことです。その後コロナでイベントには行けていませんが、まあ、当時木村さんに今後パーマネントなイベントにしたい、ネオアコを冠にどんな名前が良いかなと聞かれたことがありました。パビリオンで良いんじゃないとかなんとかね、私適当なことを言った覚えがあります。それが、イベント名となり、そして現在ポッドキャストに発展したわけです。そうです、私が影のフィクサーです、なんちって。さて皆様、今お聞きのポッドキャストで3つほどジングルが流れております。3曲とも私アルビーシンガーが作成しています。10秒ぐらいでネオワコを感じさせるような曲っていうね、大変難しいオーダーでございました。10秒はねさすがに厳しいんで、まあ20秒から30秒オープニング、中間、エンディングで使えそうな曲を妄想して作りました。最初に作ったのはアコースティックスイング調の曲です。僕は純粋にネオアコっていうよりもですね、まあ、カクテルジャズとか映画音楽に、ルーツがあったりして、好きなの作っていいよって、まあ、言われるとジャズっぽいのとか、まあ、ボサノバっぽいのをね作りがちなんですけれども、オープニングというか、まあ、テーマ曲を意識して作りました。日本語の歌詞を載せるとネオパビのテーマ曲になりそうな、気がしてます。いつかね木村さんに歌ってもらえるといいなと思いますね。
まあ、遠くの方には大竹栄一さんのサイダー CM 曲の影響があったりなかったりします。次に作ったのは、エンディング用のスローなジャズナンバーです。エンディングはねこういう感じでしょうって、まあ、決め打ちして作りました。番組の最後にねテキーラさんの語りと、マッチしてて、まあ、成功したかなと思います。非常に良いメロディーですよね。まんまね僕のおじさんの休暇だったりするんですけどね。で最後に作ったのが、番組のオープニングで流れてる曲です。最初は番組のね中間で流れるようなコーラスだけのジングルにね、しようかなと考えていました。あーっていう、まあ、コーラスだけまず入れてみてから、まあ、付け足していくと、まあ、意外にネオコっぽくなったんで、まあ、これがオープニングでも良いかなと考え直しました。作業の最後に、ラーズの名曲風アルペジオを入れて出来上がりです。ポッドキャスト用のジングルはね今回初めて作りましたが、まあ、こんな感じで良いのでしょうか。皆さんに楽しんでいただけたら幸いです。そのうちまた番組にお邪魔したり、イベントに顔を出せれば良いなと思います。全国の皆様、ネオアコパビリオンハッシュタグネオパビオ、末永くご愛顧をお願いします。さて今日はこの後 RB シンガーの曲を1曲かけてくれるようです。今日かかるのは今年5月にブルーベリーレーベルにリリースされた山口県のシノワとの、スプリットカセットから We Worked Together です。長女が小学校を卒業しまして、まあ、最後の登校日に一緒に学校まで歩いた時に思いつきました。思えば入学から2年生のね、最後の方まで雨の日も風の日も暑い時もそして雪の中も一緒に手をつないで学校まで歩いていったものです。そんな曲なんで、チルドレンコーラスを入れて爽やかなギターポップに、仕上がっております。熊本のウィンドレスゲイツの全面協力を受けて今回レコーディングをしました。憧れの下田先輩のプロデュースでございます。少しずつ楽器が増えて、音源データが返ってきてとても楽しかったです。自信作です。聴いてください。ではどうぞ RB シンガーで We Worked Together。オホーツクは北見シティから RB シンガーディオゲネスクラブの小野がお届けしました。ではまたいつかどこかで。本当に素晴らしいジングル作っていただき小野さんありがとうございます。せっかくなので小野さんの楽曲も聴いてみたいと思います。ブルーベリーレーベルよりリリース、シノワと RB シンガースピリット EP シリーズボリューム4より We Walked Together お聴きください。
your breakfast now. Every morning, just say no since you came. I came at you more than anything. And you just spend this time with you. I came at you more than anything, yeah. And just spend this time with you. I came at you more than anything. I'm just spending time with you. I care about you more than anything, yeah. We work together. Memories of days gone by. We work RB シンガー We Walked Together。 ネワコファミリーオーホーム。 ネワコファミリーオーホーム。 続いてのコーナーはネオコズムービー。 このコーナーはネオカのムービーを紹介するコーナーです。 今回はブライアン・ウィルソン約束の旅路。 ご紹介していただくのはザ・キャラウェイスインギングポプシクルの島田修さんです。どうぞお聞きください。ネオアコズムービー、今回島田がご紹介するのはロングプロミスドロード、ブライアン・ウィルソン約束の旅路という映画なんですけれども、ネオアコインディーポップギターポップ界隈でもですね、大変好きな方が多いであろうビーチボーイズなんですけれども、BMX バンディッツのダグラスとかルイ・フィリップが、ビーチボーイズ好きっていうのが、大変有名ですよね。そんなかつてのビーチボーイズの中心メンバーであったブライアン・ウィルソンの音楽人生を振り返るドキュメンタリー映画です。僕もですね、ブライアン・ウィルソンは昔から大好きだったんですけれども、過去に2002年のペットサウンズツアーで、ブライアンバンドとして、ライブやった時に一回見てまして、で2012年に、50周年で再結成したビーチボーイズのメンバーとして来日した時に見に行った記憶があります。その時のライブはですね、ライブのハイライトに初期の自身の作であるサーフィン USA だとか、ファンファンファンだとかやって盛り上がってたような記憶があります。この映画の話に戻りますが、ブライアンにインタビューするというのが、メインで進んでいくんですけれども、とても仲がいいですね。元ローリングストーン誌のベテラン編集者の、ジェイソン・ファインっていう人物がですね、聞き手となって、まあ主に車の中で彼にインタビューするわけなんですけれども、車の中ってやっぱり密閉された空間で、しかも対面してないからすごくこう話しやすいんですよね。現在も精神的なね病気で、リハビリを続けているブライアンにとってやっぱりこう窮地の中というか、気心の知れた編集者の友達と車の中で語り合うっていうのはすごい、ドキュメンタリー映画の撮り方としてすごいうまいなっていうのをすごく感じましたね。資料にはですね、3年間で70時間以上のインタビューって書いてありますけれども、これすごい量ですね。やっぱり、ブライアン自身もまあご高齢でお年を召していらっしゃいますので、体に気を使いながら、やっぱり途中でね、休憩がてらカフェに2人で入ってお茶するシーンとかもね、とてもなんか印象的でしたね。ご存知、ビーチボーイズではですね、最初期にですね、大ヒットを連発して大成功を収めるわけなんですけれども、ライブと音源制作のねプレッシャーで、だんだんライブから離れていってしまうわけなんですけれども、66年にペットサウンズというですね、歴史的名盤を作ってグッドバイブレーションズという曲もヒットさせるんですけれども、その次に作ろうとしていたですね、スマイルというアルバムがですね、その時の精神状態が、あまりよろしくなくて頓挫してしまうわけなんですけれども、
もうその時は70年代になっていたんですけれども、その時にですね、精神科医のユージン・ランディっていう人物にですね、セラピーを受けるわけなんですけれども、で、まあ、セラピーと称して、まあ、ひどいこともされたりしたらしいんですけれども、まあ、ブライアンは結局周りの人の助けで、戻ってくることができて、その精神科医も医者のね資格を剥奪されたりして終わるんですね。その辺のあの赤裸々なですねエピソードが、ブライアン本人の口から語られるっていうのがすごく衝撃的だったですね。まあ、あとお父さんとの確執ですとかですね、カールとデニスを、失った時の、心情だったりとかっていうのが綴られたりしていたわけなんですけれども、やっぱりブライアンは作品を作ることで救われてたんじゃないかなっていうふうにすごく感じた部分が多かったですね。あとはですね、あの大物ミュージシャンなどがですねコメントを寄せるわけですね。ドン・ウォーズとかブルース・スプリングスティーンとかエルトン・ジョンとか、あのポール・マッカートニーに出てくるかと思ったら出てこなかったですねちょっと期待したんですけどね。あとやっぱり分裂した旧メンバーはやっぱり出てこなかったですね。1ミリも出てこなかったですね。あと印象に残ったシーンはですね、ジャック・ライリーというですねオランダのアルバムを作った時に一緒に共作したりマネージャーやったりっていう人物が、2015年に、亡くなったわけなんですけれども、それの訃報をその事実を、そのインタビュー中に初めて知ったブライアンのリアクションがすごく印象的でしたね。やっぱりとてもこう言葉にならずに言葉を詰まらせて涙ぐむシーンっていうのはなかなか貴重だったんじゃないかなと感じましたね。まあ80歳っていうご高齢で今もなおライブをやったり創作活動をやったりっていうブライアンなんですけれども、まあうちの親父とほぼ同い年ですごいなって思うことがたくさんあったわけなんですけれども、まあ、これからも元気で活動していってほしいなと改めて思いました。映画の方はまあ何かのタイミングで皆さんもこの映画をぜひご覧になってほしいなと思いました。以上、キャラウェイ新ポップシクルの島田でございました。島田さん、ありがとうございました。ブライアン・ウィルソン約束の旅路チェックしてみてください。ネワコネワコファミリオホーム、ネワコネワコファミリオホーム。続いては今週のブルネコメン。高円寺のレコードショップディスクブルーベリーの店主中村さんがセレクトするおすすめネオコ曲を紹介するコーナーです。今週はどんな素敵な曲を教えてくれるのでしょうか。中村さん、お願いします。はい、今週の、おすすめはファントムハンドシェイクでクリケットソングです。ちょっと冬っぽくていいんじゃないかなと思います。お聴きください。
ファントムハンドシェイクス、クリケットソングでした。中村さん、解説お願いします。こちらはなんかフランスとスロバキアに拠点を持つ Z テープレコーズっていうねレーベルがありまして、そこの所属しているというバンドみたいですね。なんかでもこのエリアはなんか別に拠点が特に関係なく、なんか良質な音楽であればアメリカでも別にイギリスでも契約してなんかリリースしてるみたいで、あれこの間僕ほら LP 買った2枚って、うん、あれなんか Z レコード、そうでしょ、ああ これですよね、うん、そう、ここ同じレベルなんだ、結構クオリティがなかなか高くて、うん、いやすごいですよ、いいな。この方たちはどこ出身なんですか。これはアメリカですね。アメリカなんですか。アメリカなの、うん、えバンドですか。バンドですね。これ打ち込み、打ち込みじゃないですよね。これ生ですか。生なんです。ドラム生なんですね。どうですか、ね、いやね、もうギターコーラスバリバリのギターで、そうですね、リバーブかけまくりの、ね、いいですよね、雰囲気でドリーミー、なんかもう最初スイミングテープスみたいな、あそうです、ね、ふわーって、うん、ふわっとした感じもあって、ね、アルペジオのギターみたいなところで、うん、でなおかつ、うん、オールウェイズっぽさもなくもない、うんね、ボーカルはねそれですよ ね、 ね、 ちょっとね結構、うん、やっぱ女性ので意外にこの感情豊かに歌うところが結構今っぽいんですかね、うん、そうだよね。なんか昔って、ね、感情を無感情に歌うのがかっこいいけど、うん、結構ねちゃん と、ねね、それ意外になんか感じるのは結構演奏と歌が、うん、あの意外になんか分離してるというか、あの一緒くたになってないところがまたなんかかっこいい感じがするなと思って今も聞いてて、そういう処理というかそういうあれなんですかね、うん、アプローチの仕方をあえてしてるんですかね、なんか傾向としてはかもしれないですけど ね、うん、ね今のバンドですか、ね、かっこいいですよね、うんうん、あれですよね、本当にあのオールウェイズ、うん、と本当に似てる、ね、あのこのレーベル自体のカラーが、うん、雰囲気がね、そうですね、なんかこう並木道をねちょっと襟を立てながら歩きたくなるような、うん、おしゃれなこと言いますね、すいませんちょっとすごいそのコメント用意してたのかな、台本に書いてないんだけど、書いてない今まあいいや、うん、中村さんまあいいやまあいいやじゃないねファントムハンドシェイクス、クリケットソングでした。皆さんチェックしてみてください。中村さんありがとうございました。来週のブルーレコメンドもお楽しみに。来週の配信は11月24日木曜日20時30分となります。思い出のサニートーク、ネオコノはゲストに池水真由美さんをお迎えします。そして今週のブルレコメンド、このような内容でお届けいたします。また次回の DJ イベント、ネオコパビリオンは高円寺ディスクブルーベリーにて11月26日開催です。ゲストは吉田テストさんとヒーロモエさんです。こちらもよろしくお願いいたします。そして番組内容は毎週金曜日にノートでご紹介もしています。番組内で応援できなかった曲なども聞くことができますので、こちらもチェックしてみてください。それではそろそろお時間になりました。最後は合言葉ネオパビでお別れしましょう。せーの、ネオパビ、また来週。最後にお知らせです。本番組は TFC ラボのポッドキャストステーションブレインドリーンの番組です。ブレインドリーンはその他にも集まれ、伝統芸能部、クラシックウイルス、みんなで語る小劇場演劇、お金の教室、オーディオドラマシアター社員でしょう、お買い物ホリックナショナルアーズアブポッドキャストがあり、ぜひ検索してみて聞いてみてください。またこの番組ネオコパビリオンは毎週木曜日20時30分に配信されます。今後僕らの大好きなネオコをプッシュしていきますので、次回の配信もお楽しみにお待ちください。